キニーネ、キニーネ、または、キニーは、キナの樹皮に含まれる、分子式クノのアルカロイドである。IUPAC 名は、マイナス5ビニール、マイナス1、アザビシクロ、2.2、ニオクタニエルメタノール。1820年に、キナの樹皮から、単理、命名され、1908年に、平面構造が決定し、1944年に、絶対立体配置も決定された。 また1944年に、ロバート・バーンズ・ウッドワードらが全合成を達成した。ただし、ウッドワードらの全合成の成否については、後日の通り議論がある。マラリア原中に特異的に毒性を示すマラリアの特効薬である。キューガーデンが移植を手掛けて、以来、帝国主義時代から第二次世界大戦を経て、ベトナム戦争までずっとかけがえのない薬だった。米国は、 野戦病院等でキニーネを使い、1962から1964年頃に手持ちが底をついた。急に大量発注され、そこへ国際カルテルが便乗し、キニーネは冒頭した。参加企業は欧州諸共同体のキニーネ、キニジンメーカーを網羅していた。その後、キニーネの構造をもとに、クロロキンやネフロキンなどの人工的なコーマラリア薬が開発され、 ある程度の副作用のあるキニーネは代替されて、あまり用いられなくなっていった。しかし、東南アジア及び南アジア、アフリカ、南アメリカ中北部といった赤道直下の地域において、熱帯熱マラリアに、クロロキンやメフロキンに対して、耐性を持つものが多く見られるようになっため、現在では、その治療に利用される。また強い苦味を持つ物質として知られている。 そのため、トニックウォーターに、組み材として添加される。キナ族の植物は、南米のアンデス山脈に自生する植物であり、原住民のインディオは、キナの樹皮を下熱材として用いていた。マラリアは、アメリカ大陸にはもともと存在しなかったが、後に、ヨーロッパ人のトライと共に拡散したと、推定されている。その後偶然に、キナ側にマラリアを治療する効果が発見され、 1640年頃にヨーロッパに医薬品として輸入されるようになったと思われ、この点に関しては1640年白爵夫人神建氏がペルーから北川をヨーロッパに輸入し、マラリアに対する気に入れ療法が始まったという説が明治35年頃の日本では信じられていた。この北川から活性成分を管理しようとする試みは18世紀中頃から、 行われた。木ガワの需要の増加につれて、品質の悪いものや偽物が出回るようになったため、品質評価のために活性成分を定量分析する方法が必要になったのである。1790年には、フランスのアントワーヌ・フールクロア、アントイネ・フレンスはフォークロイが、木ガワをアルコールや酸、アルカリなどで抽出する試みを行っている。この時彼は、 雛川を抽出した水槽がアルカリ性になることに気がついていた。しかし、それ以上の研究を行わなかった。1811年に、ポルトガルの軍医ベルナルデーのアントニオ・ゴメスは木川をエタノールで抽出し、そこに水と少量の水酸化カリウムを添加すると、微量の結晶が生じることに気がつき、これに、新行人と命名した。1817年に、ドイツで、 モルヒネが単理された。この時用いられた方法は3によって、モルヒネの塩を作り、それを単理するというものであった。この方法に興味を持ったジョセフ・ルイゲイコール・リュサックは、同僚のピエールイコール・ジャン・ロビケにこの方法を、紹介した。ロビケの下で働いていたピエール・ジョセフ・ペルティエとジョセフ・ベイミ・カバントゥはこの方法を用いて、多くのアルカロイドを単理した。 1820年に彼らはゴメスが単理した結晶が単一物質ではなく、二つの物質、キニーネと信仰人からなることを発見し、これらの分離に成功した。この二つの物質のうち、キニーネの実が、コウマラリや活性を持つことが分かった。なお、彼らの単理したキニーネは、ロンドンのサイエンスミュージアムに展示されている。キニーネの正しい分子式は1854年に、 アドルフ・ストレッカーによって提出された。これを出発点として、キニーネの構造決定がスタートした。キニーネの構造決定は主に分解反応の生成物を同定し、それらを組み合わせることで行われた。まずは、ストレッカーが分子式の提案とともに二つの窒素が三級窒素であることを示した。周素が孵化することや、 酸化分解によって儀酸が放出されることから、ビニル元が存在することは1870年代、脳に確定された。キニーネの部分構造に、キノリンが存在することは1880年代に、ズデンコ・ハンス・スクラウップが確認している。スクラウップは、キニーネの硝酸、または、クロム酸による分解で、キニン酸を、有海水酸化カリウムによる分解で6、メトキシキノリンを得ている。 また、ウィルヘルム・ケーニヒスらによって、同時期に一つのヒドロキシモトが存在するとも確認された。一方、ケーニヒスは1894年に、キニーネの産処理によって、新しい分解物、アシティック・アシットを得て、メロキネンという名前を付けた。その後、1900年までに、キニーネが、キヌクリジン骨格を持つことが明らかになった。1907年には、パウル・ラーベが、 キニーネのアルコール部が、ケトンに参加されキニノンを生じることから、ヒドロキシモトが二級であることを確認した。以上の知見を総合して1908年にラーベは、正しい平面構造式を提案した。続いて四つの不正中心の立体化学の決定が、行われた。キニーネとその異性体であるキニジンからは同じメロ記念、が得られること、参加でキニノンと、 キニジノンという別のケトンを与えることから、正しい平面構造式が提案された時点でこれらが8位、キヌクリジン間の2位の立体配置の異なるジアステレオマーであることは判明していた。1922年にアルコールとビニル元の間で不可反応を行わせると、キニジンでは寒化が起こるのに対し、キニーネでは起こらないことが判明した。このことからキニーネは8位が X で、 3位のビニル元は8位の地管基と同じ側にあることが判明した。9位、ヒドロキシ元のある炭素については1932年にエフェドリンの立体配置と塩基性の強さの相関との比較から8位との関係がエリトロ配置であると決定された。1944年に、ウラジミールプレローグはシンコニンの還元体である、ジヒドロシンコニンオーメロ記念の誘導体であるに、 エセノルへと誘導し、さらに立体配置を保ったまま1、2、ジエチルシクロヘキサンと3、エチルマイナス4、メチルヘキサンへと誘導した。これらの生成物の立体配置を決定し、その結果からメロキネンの3位、ビニール元のついた炭素は低配置、4位、キヌクリジンの4位の炭素は低配置を持つことを決定し、キニーネの絶対立体配置を確定させた。 キニーネの合成を初めて試みたのは、ウィリアム・ヘンリー・パーキンで1856年のことで、ある。彼は、キニーネの分子式から、N? アリルト類人を参加すれば、キニーネが得られるのでは、以下と考えた。当時はまだ科学構造の概念は未熟であったので、このような考え方が成り立ったのである。 パーキンはキニーネを合成することはできなかったが、研究途中で最初の合成線量モーブを発見した。1860年代に化学構造論が起こると、天然物合成には構造決定が必須ということが判明する。構造決定のためになされた研究で発見されたキニーネの分子断片であるキニン酸やメロ記念、また1853年に、 ルイパスチュールによって、キニーネの酸による分解で得られた、キノトキシンなどは、キニーネの合成原料や合成中間体として重要であった。1908年に、パウル・ラーベは、キニノンの脱目と式体であるシンコニジノンをアルミニウムで還元して、シンコニンを得、さらに1911年には、キノトキシンの脱目と式体であるシンコトキシンを自臭素酸ラトリウム。 続いて、ナトリウムエトキシドで処理することでシンコニジノンを得た。1918年には、ラーベとカール・キンドラーはこの手法を、キノトキシンに適用して、キニーネを得ることが出たと主張した。しかしこの論文では、キニノンの還元についての実験操作の詳細が書か,かれず、また後から補完もなされなかったことが後に問題を引き起こすことになる。さらに1931年には、ラーベラは、 ジヒドルキニーネの全合成に成功した。彼らは、ピアニシジンから、キニンサンエチルを、サンエチルマイナス4メチルピリジンから N、ベンゾイルホモシンコロイポンエチルプロパノイトを構築した。暗い全縮号でこれらを結合させた後、塩酸で脱炭酸と脱保護を行って、ジヒドルキのトキシンに誘導し、さらに上で述べた、ジアシューソ酸ナトリウムと接触還元を用いて、 ジヒドルキニーネへと誘導している。なお、この方法では8位と9位の立体科学については、コントロールできず、生成物は4種類のジアステレオーマーの混合物となる。1943年には、ウラジミールプレローグラが、シンコトキシンを分解して、ホモメロ記念酸、プロパノックアシッドを得た。彼らはこれを、ラーベのジヒドルキニーネの前合成と同じ方法で、 キノトキシンへと誘導できることを確認した。キノトキシンは1918年のラーベの報告によれば、キニーネに誘導できるから、ホモメロキニンの合成法が確立できれば、キニーネの合成法が確立することになる。1944年に、ロバート・バーンズ・ウッドワードとウィリアム・デリングは3、ヒドルキシベンズ・アルデヒドからホモメロキニンを合成する方法を報告した。 さらにウッドワードらはこれを N ベンゾイル機のトキシンまで誘導した。これをもってキニーネの前合成が完成したとされる。当時は第二次世界大戦中であり、熱帯地域での戦闘でマラリアに移る兵士が続出しキニーネの需要が高まっていたこと、キナの主産地であったインドネシアを日本に抑えられていたことから実際には工業的にはとても利用できない成果であったにも、 かかわらず、ニューヨークタイムズなどの一般の新聞紙や雑誌でも大きく報じられた。2例目の全合成は、キニーネの工業的な生産を目指した F、ホフマンラロ主社のミランウスココビッチらによって達成された。彼らは6メトキシレピジン、6メトキシマイナス4、メチルキノリンと N ベンゾイルメロ記念をルタで縮合させ、ディーバルで脱保護トケトンの還元を行った。 さらにヒドロキシ元をアセチル化して、酸腹化放送作用させて、気ぬくり人間を構築し、デスオキシキニーネとした。最後に、これをダム疎中で酸素酸化することでキニーネを合成している。この方法では、酸素酸化が立体選択的に起こるため9位の立体化学はコントロール可能であるが、8位については混合物となる。この時点では、 メロ記念の全合成が確立していなかったが、これが1971年に彼らにより行われ全合成が達成された。8位と9位両方の立体科学を制御した全合成は2001年にギルバート・ストークによって初めて達成された。ストークは学生時代からキニーネの全合成に興味を持っており、1944年にウッドワードに当てた。 合成の詳細を問い合わせる手紙が残っている。ストックはマイナス3、ビニルブチドラクトンを原料に、キヌクリジン部分の元になる保護されたヒドロキシモと、アミの元の旋舞体となる、アジドモを持つサジョーアルデヒドを合成した。続いて六メトキシレピジンをアルデヒドに孵化させ、生成したアルコールをケトンへと酸化した。アジドモを還元すると、ケトンとの間で、移民の形成が起こり、 これを水素化保存ナトリウムで還元すると、ピペリ人間となる。8位の立体化学は、この還元の段階で決定され、キニーネと同じ立体配置の化合物だけが得られる。その後、保護されたヒドロキシモトをメタンスルフォン酸エステルへと誘導して、感化させ、キヌクリ人間を構築して、デスオキシキニーネへと誘導し、デスオキシキニーネからキニーネの合成は、 ウスココビッチと同じ方法を用いており、9位についても、キニーネと同じ立体配置の化合物だけが得られる。ギルバート・ストークは2001年の全合成を報告する論文で、パウル・ラーベの報告の不備について指摘した。すなわち、ラーベの論文では、キノトキシンから、キニーネの合成について他人が追肢出るだけの情報の記載がないこと、 一方、ウッドワードらの全合成論文では単に、ラーベの方法は確立されているという記載しかないことを指摘した。これを受けて、ラーベの報告の妥当性について調査が行われた。ウスココビッチらは、調査に対して、キノトキシンをキにーネに、アルミニウムで還元するラーベの実験の追試を行ったと述べている。そして、生成物に、 キニーネは含まれるものの合成に成功したと言えるほどの修律ではなかったと述べている。ラーベの論文ではこの還元反応の修律は12%と記載されている。またウィリアム・デイリングは2005年に自分の実験ノートでラーベの実験の追試は行わなかったことを確認し、ウッドワードもプレローグもラーベの実験の信頼性に疑問は持っていなかったと述べた。ストークも ラーベの実験の追試は行っていない。彼は、ラーベの論文では実験の詳細が不明であるので、追試実験に必要なコストが大きすぎる。仮に追試に成功したとしてもそれは、ラーベのせいにしかならないし、失敗したとしたら、ラーベやキンドラーよりも腕が悪いということにしかならないので利益がないと述べている。一方、ラーベは、論文の中で得られたキニーネの優点や先行度を、 報告しており、また1931年に同じ方法論に基づいたジヒドロキニーネの前合成を報告している。ラーベの報告は実験の詳細がなくとも信頼できるものと考えても特に無理はない。ウッドワードの前合成の成否は、ラーベの合成報告が信用できるかどうかという点にかかっていた。これは、それぞれの科学者の判断基準によって意見が分かれる。 ところである仮に、ラーベの合成を認めないとすれば、ホモメロ記念を利用する前合成は、ウスココビッチの1973年の、キノトキシンからキニーネを合成した報告まで成立しないことになり、最初のキニーネの前合成は1970年の、ウスココビッチのメロ記念前合成によって行われたことになる。なお、ウスココビッチは、還元剤に水素化。 ジーソブチルアルミニウムを用いて、キニノンかキニーネの合成に成功している。2007年、コロラド州立大学のロバート・ウィリアムズとアーロン・スミスは、これまで誰も手をつけなかったラーベの合成の追試を試みた。その際、ラーベが1939年に1918年の合成について、さらに詳細な論文を作成していたことが判明。ウィリアムズは、 ウッドワードとデリングが実験した1944年、当時の状況を再現した中で、ラーベ追試を試み、その結果、キニーネの合成に成功。こうして、ラーベの合成及び、ウッドワードの全合成の正しさが証明された。キニーネをはじめとする、キナアルカロイドは生合成的には、インドールアルカロイドの一種であることが明らかとなっている。 すなわちトリプトファンに由来するトリプタミンとイリドイドであるセロガニンが縮合したストリクトシジンを中間体として生合成される。ストリクトシジンからの生合成の詳細は明らかになっていないが、ピペリジンの解裂、キヌクリジンの構成、インドールのピロール間の解裂、キノリンの構成と複雑な経路を経て生合成されると推定されている。キニーネ自身の水溶性は低いため、 塩酸キニーネや硫酸キニーネといった塩の形で投与される。キニーネはマラリア原虫に特異的に毒性を示す。マラリア原虫は赤血球中でヘモグロビンを取り込み栄養源として利用している。しかしヘモグロビンの代謝の際に原虫にとって有毒なヘムが生成する。原虫はこのヘムをヘムポリメラーゼによって重合させて無毒化している。 キニーネはこのヘムポリメラーゼを阻害することによって、厳重に対して毒性を発揮するという説が有力である。キニーネはほぼ唯一のマラリアの特効薬として、第二次世界大戦頃までは極めて重要な位置づけにあった。ヨーロッパの各国は熱帯地方の植民地を経営する上でキニーネを必要とした。イギリスはインドとスリランカに、オランダはインドネシアに、 キナのプランテーションを作ることに成功し、これらがキニーネの重要な供給源となった。日本、台湾などを含むの場合、キニーネ製造量が国内需要を満たしたのは大正時代に入ってからのことである。大正末期には外国へ輸出するようになり、日本のキニーネ生産工は世界第2位となった。米国ではキニーネの値段が 1880年には1オンス4.5ドルであったのが1913年には25セントと安くなった。そして、キニーネが一般庶民に急速に普及し、米国におけるマラリア現象の一因となった。もっとも1912年から1915年の時点では南部諸州の平均マラリア罹患率はおよそ4%で、ミシシッピデルタには40.9%の 研究保有率を示す地域さえあった。第二次世界大戦前後に、キニーネの構造をもとに、クロロキンやメフロキンなどのキノリン管を持つ、高マラリア薬が構成された。キニーネは、胃腸障害や視神経障害、血液障害、腎障害、心毒性といった副作用が存在する。そのため代替されて、あまり用いられなくなった。しかし、熱帯熱マラリアに、 クロロキンやメフロキンに対して、耐性を持つものが多く見られるになったことから、ドキスサイクリンやクリンダマイシンとの併用で利用される場合がある。また、熱帯熱マラリアの重症例に対しては、蛍光投与ではなく静脈注射で利用される。強い苦味を持つ物質として知られている。キニーネの認知域値は、薬合モル、L 程度と報告されている。覚研究の分野では、 組標準物質として用いられている。キニーネは食品添加物として認可されており、トニックウォーターに組材として添加される。また、薬事法施行規則別表第3には指定されておらず、劇薬には当たらない。しばしば、劇薬に指定されているストリキニーネ、ストリキニーネと混同されることがあるが、本校で述べるキニーネ、クワイナインとは別物である。 有機化学分野では、工学分割剤として用いられる。ラセみたいの酸をキニーネ塩にして、ジアステレオマーとし、分離する方法で用いられる。また誘導体は不正触媒として用いられる。シャープレス不正、ジヒドルキシカに用いられる。ハイイシ、ビス、ジヒドルキニニルフタラジンホルが代表的である。キニーネを四級塩化した。 有機分子触媒による不正反応も知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。